もこっちゃたかしです。今日も激励きましたぜ。イエス。はい、今日の動画なんですか。漫画アニメの先生キャラまとめ。はい。はい。ティーチャーね、ティーチャー。ティーチャー。ティーチャーですね。うん、一度あの師匠キャラをね出し合うことはあったんですけれども、うん、はいはい。ティーチャーの方で。はいはいはい。うん、まあジャンプみたいななんかそういう忍びの先生とかね、うん、そういう系でもいいですし。はいはい、うん、もう本当に小学校の先生みたいなキャラでもう結構いますから。そっちでもいいんだ。じゃあやっぱそっちメインでもいいかもしれないです。そっちメイン。そっちメイン。一応あの、うん、高橋は一応教員免許持ってるんですけど、中高、中高リーダー。持ってるんですよね。でも先生って呼ばれたことないと思うから多分。まあそうですね、ないですね。違うんだよ、ね。教員免許のあれ、あの時はあったか、教育実習の時は。教育実習の時は、そういう時は呼ばれない。大和田先生って、先生って呼ばれんの、ちゃんと大和田先生ってちゃんと呼んでくれんだよ。大和田先生で、はい、呼んでくれんだ。そうなんだ、懐かしい。はい、ということで、はい、やっていきますか。じゃあいいですか、うん、出して、うん、もうちょっと今ちょうどこの前に撮ってたんであれですけど、うん、安西先生じゃん。安西先生いいよね。もう先生だよね。もう安西先生はもうそのまま。安西先生ってちゃんと先生なんだよね。いやー、わかんない。どっちなんだろう。いや、そうなんだよね。え、教員免許ない。でも安西先生って呼んでるよね。いや、でも、呼んでる、学校の先生なのかな。なんかわかんないんだよね。で、だって言うてもともとその、だっけ、全日本か。なんかめっちゃうまい選手。バスケの元全日本選手で、はいはい、バスケ部の監督を務める人。怪しいね、はいはい、だ怪しいんだよね。だからそ、あくまでバスケのあれだけで来てるのか、可能性もちょっと、ね、うん、一発目にいきなり怪しい人出しちゃったよ、うん、まあね、確かにね、監督って感じに近い人なのかもしれないですね、はいはい、そうだね、作品だと確かに、うん、分かんないけどね、ちょっと安西先生まとめもやりたいですね。あ、まとめたいね、安西先生は、うん、ね、いいですね。名言とかも多いですから。はい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 。まあ一人目が非常に怪しかったですが、はい、一応先生ですね。やっぱ先生つく人ではね、はい、有名ですから。あ、じゃあちょっともう一人、じゃあちょっと挽回させて。はい、ヌーベ。地獄先生。これはもう先生でしょ。地獄先生だよ、地獄先生。地獄先生はもういい。で、担任やってるし、担任。ほら、先生だ、これは。ヌーベ、地獄先生。俺は来たろ、ね、うん。地獄先生でしょ。ヌーベってどんな話だっけな。ちょっと怖いよね。いや、だから妖怪を退治する感じでね。ね、まあ、学校によく現れるから、だったら先生の方がいいとかなのかな。うんうん、ああ、ね、小学校教師ヌーベ、ね。児童を守るためにっていうことか。はい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 。まあ、そっから、ね、あの手はずっと生まれ持った時からあったもんな、あの手は。あ、なんか、なんかあったよね、エピソード、それはね。エピソードあるよね、さすがにね。そう、鬼を封印したみたいな。うん、そうそうそう。あった気がする。封印の一族なのかな。うん、なんだっけね、なんか理由はあった気がするけど。他、まだジャンプじゃなくてもいいんでね。あ、本当？うん。あ、そう、ね。まあジャンプだと一応これはまあ教員免許とかわかんないけど、先生といえばカカシ先生、イルカ先生はね、やっぱ。まあね。はい、ナルトね。うん。はいはい。もうそこありなら安西先生あるでしょ。安西先生はでもやっぱ監督なのかもしれない。そこ厳しいんだよな。監督ね、先生外部顧問に厳しいんだよな。すげえ厳しいんだよ。いいじゃん別に先生で。カカシとかその忍術のあれもありならありだいいだろ。カカシ先生やっぱその忍道みたいな部分も教えてるけど、やっぱ外部顧問だからな。最悪だよもう。今のなんかこの令和のあれ感じあるよ。そのなんか正社員がなんかそのバイトに厳しいとか、正社員じゃない人に厳しいみたいな。でも安西先生しかいないから、まあ任されてるんでしょうね。だから外部じゃない可能性もありますよね。はいはいはい、ね、外部の人だけってことはなさそうだもんね。まあそうだね、確かに ね顧問と監督みたいなさ、うん、はい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 、ね、本当はそんな感じだと思うからな、ね、はいはい、あとはカカシになると、あ、じゃあ今ジャンプで言ってた、うん、じゃあコロ先生、ほら、ああ、この先生ね、この先生さっきから怖いやつばっかいるいやいや怖いやつばっか出てくる先生なの。先生ですよ、うん、ちゃんとだって担任だもんね、あのクラス担任、うん、ああそっか、うん、だから背景をたどるとちょっとなんかいろいろなんかね、うん、あるね、そう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 、地獄先生、この先生じゃないですか今高橋さん出してんの。やばい、ちょっと普通の人出したいな。普通の人出したい。まあそれ言ったら、ね、ヒロアカデミアのはいっぱいいますからね。この前まとめたと思うんでね。ヒロアカは確かにそちら見ていただければですけど、ヒロアカの先生たちね、ね、うんうん、ね、相沢先生から始まるね、うん、
あれはまあここみんなちゃんとした先生か。そうだね、一応ヒーローアカ、ね、そうね、ヒーローアカはちゃんと一応顧問って感じ。まあヒーローなんだけど顧問、や顧問じゃないわ、教師やってるっていうね。顧問安西先生に引っ張られてる。え、みんな外部顧問なの、あの人たち。あのオールマイトは怪しいよね。オールマイトはちょっとそのね、ちょっと雇われ感あったよね。そうまあじゃああとはもう普通のアニメの先生とかね、名前わかんない先生とかもいますけど、はいはい、誰が好きかね、その辺ちょっと話したいんで、まずのび太くんの先生ね、はいはい、のび太くんの先生どんな感じだったっけ。のび太くんですよ、もう見ればわかりますよ、画像送りますよ。なんかちょっとそのサザエさんの先生とちょっとわかんなくなるんでね、はい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 、サザエさんの先生ってこれのび太くんの先生、あ、ね、こっちか、はいはいはい、のび太くんローカリタントレね、のび、サザエさんの磯野、磯野じゃねえ、カツオの先生、イーソーの廊下に立っとる。カツオ先生ってこんな人だったっけ。そう、なんかちょっと違うよね、なんかいつも分かんなくなる。こんな人だった。あ、そう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 、全然違うやん。全然違うやん。いや違くないじゃん、ちょっとこれ髪型一緒じゃん、髪型全然違うよ。髪型は一緒じゃん。髪型は確かにボタン1個しかないだって、この先生。いや2人ともそうだよ。2人ともボタン1個しかないよ。似てんじゃん、めちゃくちゃ。似てんじゃん。似てるわ。でしょ、めっちゃ似てる。わかんなくなる、わかんなく。わかんなくはならないけど。なるでしょ、わかんなくはならないけど。顔は違う。Kさん、髪とボタンだけでしかね、人見ないですからね。そんな人いるの。まるちゃんの先生はもうわかりやすい。全然違う。まるちゃん先生どんなのだっけ。あ、じゃあ優しい感じの人だね、本当は。まあ、優しい。全然違うじゃん、ほら。この人優しいんだっけ。昭和のアナウンサーみたいな感じだね。なんか奥さんが綺麗とかなんだよな、確か。美人妻持ちですよ。はいはいはい。さくらさんっていう人ね。そう、さくらさんっていう人ですね。そう他なんだろう、こういう学園系だよね。だから学園系、まあ、しんちゃん、うん、あ、しんちゃん園長先生とかか。あ、そうかそうか、園長先生、うん、でね、あと担任の先生とか見るもんね、吉永先生とか、ね、先生とか。もう忘れてんじゃないですか。もう忘れちゃった。ま、松永先生、ね、吉永先生、先生、はいはいはい、とかね、忘れちゃった。松永先生、松坂じゃないかったっけ。忘れちゃった。松坂先生だ。あ、もう分かんなくなる。松坂吉永上尾先生。松坂吉永、はいはいはい、もう分かんなくなっちゃう。すごい。あ、ここはまあ幼稚園の先生か。保育園、幼稚園だよね。うん、幼稚園だね。うん、あ、幼稚園の先生とかもう覚えてないな。自分の先生って覚えてます？いや、高校とか高校とか、まあその高校とか中学はまあ覚えてるかな。幼稚園はもう覚えてないよね。覚えてない。そうだね、あの顔はなんとなく覚えてるけど、うん、顔も覚えてない。心ゼロのセリフだって今。思い出せないなとかじゃない、顔も覚えてない。先生ってちょっと覚えてないんだよな俺。確かにあんまり覚えてないかもね。覚えてないんだよな。あ、これはこれ Z はどうよ。 Z、 ゼファー先生、 Z 先生。あ、ワンピースね。ワンピース、ー先生って言われたね。確かに海軍の中でも、うん、要はその海兵のこの何教える立場にいた人だから、そういうことか。あ、 Z そうだわ、今思うと。外部先生っぽいけどな、うん、でも。いや、違う違う違う、あれ海軍の中の大将での先生だって。絶対に外部じゃないですこの人は。この人に関して今は外部よ、もうやめたし、よくわかんない立ち位置だから。今外部の人ね。今外部そう、今はね、元先生だから。元先生。いや、元ね、元。今は一応ネオ海軍の中では先生って呼ばれてるからね。そうか、そうそう、一応の外部組織だ。外部組織だ。その中では先生やってますから、うん、はいはい、はい。あ、忍たま見てました。あー、忍たま、乱太郎ね。土井先生、懐かしい。あ、土井先生ってキャラだっけ、あの人。しっかりしてメソメソして、あのもう一人いたよね、はいはい、山田先生、山根先生みたいな。山、あ、あの、ね、女装の術が得意みたいな。そう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 、あの人なんだっけ名前、うん、なんかおじさんの人ですよね。そうそうおじさん。本当に女装得意なんかっていう、その先生。その見た目はね。うん、あ、山田先生だ。合ってるた。大塚さんが声優か。大塚。あ、そうなんだ。で、はい、学園長がこの人なんだ。ああ、いたね。はいはいはい。ねえ。いたね。うん。名前むずいですよ。あ、名前クイズやれますね、忍たまも。ああ、忍たまなんたらやれるよ。これどっちがいいですか。土井先生若くていいよ。人気ありそうだな、この人。うんうんうん。
あれあの人たちの先生はどういう先生？あ、そうだよね。あ、2人とも担任で確か2人。いや、2人担任だよね。確かその2人だったね。問題が多いクラスなのかな。2人担任って何そんな。いや、分からんけど、それは。2人担任もあるんだ。あれ、副担みたいなこと？担任、副担とかあるじゃんね。普通あるな、うん。小学生とかはあったよね。え、副担任なんてあったっけ？あったね。あったあったあった。え、いたかな？先生が休みの時とかさ、副担がやってくれてとかあったよね。全然記憶ないわ。学校の記憶全部消しとる。いいですね、忍たまはいいよな。ねえ、うん、でも大体忍たまもあの主要メンツで回してる。サザエさんみたいに主要メンツで回してるイメージあるよ、ね、回してる。いろんな忍術使って。でも多いんじゃない、ちょっと言うても。サザエさん少なすぎるからやっぱキャラ。サザエさんすごいね、あんだけのキャラ数で回してんだから、うん、回してんのね。サザエさんに、あ、サザエさん、伊佐坂先生、伊佐坂先生、あ、その先生。その先生もあり。その先生ありってなったら、お医者さんとかさ、お医者さんとか漫画家とかも入ってくるんじゃない。ああ、そっちは入ってくるよね。ああ、その先生はどうする。それちょっとダメなんじゃない。あ、ダメなんだ。教員免許あるかどうか。そう。教員免許あるかどうかで言ったらほぼないぞ、きっと。そんなこと忍術学校だし。土井先生、山田先生、忍術の学校ほぼないぞ、そんなこと言い出したら。だから、それ、教育機関じゃない。教員免許あるのかって、ね。いや、だから教育機関で、いや、教鞭に立ってる先生じゃない、うんうん、あ、教育機関でね。伊佐坂先生だってそういう教育機関の先生じゃないもんね。いや、ノリスケの教育してノリスケの教育してノリスケの教育されてたらもっといいよ。あ、いい人間になってるノリスケは。で、一旦そっちのタイプの先生なしね。漫画家とかもだからなしね。はい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 。五条先生って先生なの？あ、五条先生は先生じゃん。あ、五条先生は先生か。そのだから学教育だ。めんどくさい情報与えちゃったな。めんどくさいな。一個一個教育判定委員会がいる。あれ学校だよね、その呪術の、あの学校だったけど、呪術高専でしょ。そうかそうかそうか。高専ってあの高校だね。高校ね。じゃあ教員免許は持ってるってこといいですか？いいよね。いや、知らんけど。そんだけ言うな、ただ。呪術だから分からんけど、なんかその仕組みは。仕組みは分からんけど、一応その高専の先生だから、うん、そのね、教育機関の先生でいいんじゃないの。うん。あと、あ、GTO。グレートティーチャー。あー、いるじゃん、めちゃめちゃいるじゃん。いたいた。こいつはヤンキーですね。鬼塚ね。ヤンキーだね。まあ、極戦もそうか、もともと漫画か。あー、漫画か。ヤンクミ ね、 ね、 そうだよね。懐かしいヤンクミ。曲線ね。ノーモーくらい。ノーモーくらいが誰の世代？それ D51 で一番最初だよね。一番最初じゃない？あ、最初か。そうだっけ？あれ違ったっけ？あ、そうか。第二？いや、第一じゃなかった？第二シリーズだ。D51。ああ、そう。第一は ？Feel Your Breeze。V6 さんの曲。だって最初松潤、小栗旬、石垣なんとかさ、成宮さん、脇さん、すごいね。懐かしい。そうか、第2シーズ亀梨、赤西、毛子道、小池徹平、小出圭介、すごい。あ、すごい。第3シリーズが、うん、アクアタイムズの虹だ。はいはいはい。あ、それだ、第3シリーズは誰でしたかちょっと忘れちゃったけど、うん、そうだ、春馬くんとか三浦翔平くんとか、まあまあいいね。ジャンプの高木くんとかが入ってんだね。てーてれてーてっ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 てれてーてってーてってーてって。私はそいつらの先生ヤンクミだよ。あのめっちゃでっかい扉のガラ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 っていうタイプの倉庫に大体入ってくる。懐かしい。あったな。懐かしいね。うん。うん、他結構まだいそうだけどね。先生なんてどの作品にも出るんじゃないのかな。うん、あれはコナンとかっていないの先生。あ、コナンの先生はなんか。学校でコナン。わかんない。学校。そんな出ない。あのなんかちょっと怪しい人。うん、怪しいんだ。そうな、今ね出てる若狭ルミっていう先生がいるんですけど、うん、この人がもう結構黒にちょっと関わってる人。あ、やばいやん。え、学校先生いるの？そう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 、めちゃめちゃ侵入されてんじゃん。ね、この人が、結構な黒幕のあの方の人なんじゃないかって言われたけど、その人は別の人で、うん、でこの若狭ルミって人は今何なのかっていうのが結構ね大事なキャラというか。おもろそう。そうなのよ。そうなの。おもろいんだよ。
英語の先生で来たジョディ先生っていう女性の先生とかは FBI の捜査官だったからね。コナンの先生は結構意味持っちゃうんだよね。学校にすげえな。学校にみんな来てるじゃん。集結してんじゃん。でも教員免許持ってんでしょみんな。みんな持ってる。だから先生ですね。あ、じゃあ先生。ね、うん、先生もいけるとか、両方いけるってことだから。ああ、よかった。あ、でも小林先生って人がいるらしいわ。女性の先生で。わかんな、はいはいはい、江戸川乱歩マニア、コナンたちが結成した少年探偵の興味津々の先生だと、うん、いう人とかもいる、ね、あ、いるわこの人、はいはいはい、うん、スポーツ系テニスの王子様とかは、あ、いる先生いる、どう、あ、コモン、龍崎先生っていう、あ、で顧問かも、あ、顧問はダメだいやいやいや、分からんやん、まだ顧問諦めるの早いって、だから戦ってよもうちょっと、でも中で学校の先生もやってんのかな、ちょっと分かんないよね、ね、え、あ、顧問だけパターン、うん、青春学院中等部テニス部の顧問、はい、龍馬の父南次郎の元先生、今先生か分かんないですね、うんうんうん、なるほど、いやでも入れていいんじゃない、安西先生どうしても入れてる、やっぱりこれ厳しくすると安西先生が怪しくなる、いやでも怪しいよ、まだ分かんない、厳しいな、厳しいな、伊佐坂先生外されたんですからね、圭さんは。伊佐坂先生外された。何、そんなの、何も特大の何、決め手だったろ。入れれないよね、他の先生なんてね。しっかり、ちゃんと教育機関かどうかっていうのが大事だからね。ね、じゃあもう伊佐坂入れよう、じゃあもう伊佐坂を。伊佐坂入れよう、じゃあ。まあ、そんな感じ、まあ、いっぱいいると思いますけれども。はい、はい。皆さんの好きな先生もね、書いてほしい。あと最強の先生をだから決めなきゃいけないよね。そうね、最強の俺一人ちょっとでも最強株いるかもな、やっぱ今日出た中で。今日出た中で最強選んでいいですか、僕。いいですよ。いいですか。はい、決まりました。うん。はい、では今回我々が選ぶ最強の先生キャラクターは、うん。うん、金八先生です。そっちか。俺も頭にはありました、今。やっぱね、金八先生やっぱね、まあもうキャラでしょあれ、うん、もうあれキャラだもんな、先生武田鉄矢さんのね、シューってね、え、何シュー見てなかった、その薬物のシューってやつこれが薬物なんですって言ってね、薬物を憎くめうわやってたよ、中学生来る時だ俺ら、ね、結構後半ですね、白紙の演技でしたね、八乙女くんの水舐めちゃうんだ、ペロ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 ってね、そう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 、床の水舐めて、ね、床の水舐めて、それにカルピス、カルピス入れてね、金髪の美味しく飲んだ方がいいぞって言ってね、最低最低闇じゃねえ、闇の先生じゃねえか、飲ます、先生スネープ先生、スネープ先生来た、スネいたわ、でかい人たちいた、こっちにもスネープ先生いたわ、ダンブルドアとかいたわ、映画だけだいたわ、そっちも、あの辺の先生強いよな、強いわ、魔法学校だもん、あれ魔法学校免許持ってるもんね、免許持ってる、きっと、きっと免許持ってるから、そうだそうだ、じゃあ表は金八先生で、闇はスネープ先生、スネープ先生はい、はい、以上ですかね、はい、先生っていろいろあるね、はい、今日はここまでです、最後まで見てくれてありがとう、先生チャンネル登録お願いします、メインちゃん、タビチャンネル、ともども見てください、よし、ともともまたね、はい、伊佐坂先生はダメです、なんでよ